今までで一番点数が上がった練習方法とかってありますか？一番点数が上がった成長した体感がしたレベル高いところで練習することですね。ああ、はい、人では限界がある。そうですね、僕は大学に来て最初2ヶ月3ヶ月ぐらいで多分シングルの平均点が 2,30 点上がったんで。もうあの最初の 2,3 ヶ月って本当に今までの中で一番成長した時期だと思います。なるほど。大学入られた時ももう 1,300 点打ってられ、高校3年生の秋に打ちました。なるほど。でも1回打っただけで平均点は多分1,240点、50点ぐらいだったと思います。でも最初に来てここで多分平均点が1270点80点ぐらいまで上がったんじゃないかなって思うので、はい、確かに一人でたくさん練習するっていうのも、まあ上手くなるためには必要なことですけど、一番はレベル高い中で練習する、それが一番だと思います。なるほどね。なんかよくテレビでクリッカーのタイミングが一緒だっていうあれあるじゃないですか。あれは意識されてやられてるんですか？カウントしてるんですか？カウントはしてないです。カウントしなくても一定になるんですか？クリッカーを合わせるじゃなくて打ち方にクリッカーを合わせる感じ。なので引いてきて、はい、ここにクリッカーあるからここまで引いてカチッて切って打つじゃなくて、はい、引いてきて、これぐらいでしっかり針が作れて、そこでこれぐらいで打ちたいっていうところでクリッカーをそこに調整すればいいので。じゃあその動きが一定だからクリッカーが切れるタイミングが一定って感じですか？だと思います。まあ、本当に古川さんよくテレビの企画でこうスローモーションに重ね合わせる、1本目2本目3本目4本目重ね合わせると本当になんかズレがないっていうのをよく検証を、ね、やってられますけど、本当にそういうことなんですよね。いやでもあれはきっとみんな一緒だと思います。みんな一緒にできます。そうかな。試合の時長くなることとかはあるんですか？あります、あります。練習の時がもう特にこう意識っていうか、意識しなくてもその一定の動きをしているうちにクリッカーが切れるってイメージなんですね。その試合で長くなっちゃうとか、もうちょっといつもと違うなっていう時はどっからチェックを始めるんですか？試合とか練習でもここを当てなきゃいけないっていう時は、まあちっちゃくなってっていうよりもやっぱり集中して伸びがいつもよりはゆっくりになって、クリッカーのタイミングっていうのは、まあ、引いてるタイミングっていうのは長くなると思います。でも僕の場合はやっぱり試合になるとちょっと合わせて小さくなってしまうので、タイミング長いなと思ったら最初引いてくる時にしっかり、小さくならないように、ましてはしっかり的方向に伸ばして引き手もしっかりアンカー強く入るようにしたらクリッカーのタイミングは修正できます。やっぱそれができてる時とかが一番点数が出るって感じなんですか？一番点数出る時は当てにいってる時がやっぱり点数出ます。そのミスが出な当てにいっててミスが出なかったら一番点数出ます。で、まあ近射みたいに打ってで試合でできたらそれが一番ですけど、まあ、フォームも綺麗でそれが一番安定すると思います。でもその安定よりも当てるって言ったらやっぱり腕を振ってとかじゃないですけど当てに行ってっていう時は高くなって、で どうしてもそれが続くとミスが今度出やすくなってきてしまうので、ミスが出ないためには安定したフォーム、近射みたいなフォームに戻して、でもやっぱり点数こう試合続いてたら当てに行ってしまってまたそれを近射みたいなフォームに戻してっていうのを試合の中でコントロールします。一試合の中で。あ、そうなんだ。じゃあ古川さんの中にもフォームって何種類かあるんですか？あれです、当てに行く時のフォームと近射みたいなフォームっていうことですか？何種類もあるとかじゃなくて、一つの理想のフォームにどんどん近づけて、でそれからから外れてきたら、
修正して、例えば押し引きのバランスとかあるじゃないですか、はい、例えば引きが7、押しが3だとするじゃないですか。そしたらきっと打った瞬間に引き手側にドンと行きますよね。そしたら力の割合、意識は今の力が引き手7だとしたら、意識は押して7にしないと合わないですよね、うん、50、50で僕は打ちたいんで、はいはい、でもそしたら押してばっかり意識してたら、引きの力が7だったのがだん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 弱まってきて、押しが今度7になってしまいますよね、うん、でそしたら今度打った瞬間前に突っ込んでしまう。そしたらまた引き手の方を意識しなきゃいけないって、こう常に理想のフォームを求めるために揺れ動くものへ、今まで聞いてた話の中で一番レベルが高い話だ。へえ、それはまあ僕はそういうふうに、あ、もうそういう感覚の中でアーチェリーをしてるってことなんですね。例えばだからこう引き手直してたらじゃあずっといいかって言ったらそうじゃないじゃないですか、はい、引き手直してじゃあ次は押して直して、で押して直したら次はアンカー直して、で次は腰の位置直してとか、うん、ずっとその一箇所だけ直したらいいっていう問題じゃないと思うんで、いい理想のフォームになるためにいろんな場所 を、意識して、で足りてなかったらちょっと奥に振るというか、振りながらこう自分のバランスを整えていくっていうイメージってことですね。そうです、なんか僕なんかうまく言えないですけど、ここが引力があって、そこが、うん、理想のフォームだとしたら、こっちから追いかけていって、ああ来たと思ったら同じ意識してたら通り過ぎてしまうんで、また違う意識をしてこっちの理想のフォームに近づけて、そしたらまた違う方向にずれてしまって、それをまた修正して、で、ああ理想のフォームって思ったらまたずれてしまってっていうのを繰り返します。へえ、なんかピアノの調律みたいな、うん、そのなんか個としたイメージが自分の中にあるってことですよね。その圧倒的な理想がってことですよね、はい、古川選手って結構あの雑誌アーチェリーをずっと追っていくと、その前はこう思ってたからこういうことをやってたけど、今はこう思ってるからこういうことを試してるっていうの結構あって、あのご自身の中でその古川さんってすごい研究熱心なのかなっていう、ちょっと研究者、論文みたいな、研究者みたいな、もう本当に自分の体とあのフォームについて本当に研究をされてる、論文を読んでるような気分になる時があって、その自分の中の圧倒的な理想が変わったりとかってすることがあって、それはアプローチを変えるってこと、それともその理想はずっとそこの理想であり続けて、そのアプローチの方法をいろいろ試すっていう感じ。さっき言った理想っていうのもこれも動きます。っていうのもだんだん体って変化していくじゃないですか、うん、まあ、年齢、加齢のこともありますし、その時の体調もありますし、一回あこれはだいたいこんな感じに打てたらいいなっていうのはありますけど、物理的な意味の形っていうのと自分が感じてる形っていうのは、それは必ずしも一致しないじゃないですか。自分の中であすごい気持ちよく打ってるけど、実はちょっとそこからずれてる、で自分の中でちょっとこう意識の中ですごいどっかを意識してるけど、実はそれがバランス的には理想、しっかりもう引っ張っピンピンに引っ張ったゴムをパチンと切ったような打ち方をしているとかっていうのがあるので、その、まあ、僕の中でその理想も多分動きます、変わっていきます。ただそんなに大きくは変わらないですけど、それをまた追いかけていってって感じ で今お話あったような、多分昔は僕押してで切ってる時期があって、はいはいはい、でその前はずっと引き手だったんですよ。引き手でずっとやってたらやっぱり押し手が弱くなって、その時期はずっと押し手を意識してました。できっと引き手をの意識を経て、押し手の意識を経て、今は真ん中ぐらいに来てます。じゃあ下から見ていると、とかあのフォーム自体はそんなに変わってなかった、その意識の中でこう調整をしてるから、理想のものに近づけるためにこっちを意識して、こっちを意識して、でこう真ん中の理想に寄せていくっていうことなんですね。そうです。なるほど、すごすぎる話だね。それはね、あの俺ら勝てないわ絶対に。
まあ、私たちのね、あの一般アーチャーのレベルであってもちょっと引き手強いから押して意識し強めに意識してみたらぐらいの話はあると思うんですけど、それの高めていくと、まあ、多分おっしゃってるような練習、まあ、練習というか感覚になるのかなと思いますね、うん、フォームってずっと揺れ動くもので、まあ、今日ここを意識したからって言ってずっとそこを意識できないと思うんですね。意識したとしてもその意識が全く同じ意識じゃなくて変わってしまうと思いますし、で状況によっては次の日とかその日の午後は別な場所を意識しないとその理想に近づいていかないっていうことはあると思うので、うん、ずっとこれじゃなくて、理想のところに近づけるためにいろんなところを意識しなきゃいけないと思います。なるほど。今ポルカ V バーを使っていただいてると思うんですけど、 いかがですか。最初に打った瞬間に振動が全然なくて、はい、本当にいいと思いました。本当ですか。はい、振動がなくて、まあ後からこういろいろ見てみたら、まあ、隙間が少ないのか、うん、しっかり止まるからなのか、本当に他のものと比べて振動がなかったので、そこを気に入って使ってます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今までなんか僕も前日とか出てってやっていくと分かんない部分があって、うまくなったらミスをしなくなるんですか、それともミスが外れなくなるんですか。体、古川さんの場合ってどちらでしたか。両方です。両方。ミスをしても外れないし、ミスのクオリティが上がるってことですか。両方ですね。うーんまあ結果的に言えば両方ですけど、それは別物で、全体のグルーピングが小さくなっていくっていうのがもちろん、まず一つあると思います。で全体のグルーピングの中で、例えば僕の場合はほぼミスは12時から3時なんですね。はい、ほぼ、はい、まあ、そっちのミスが多いんですね。でそっちのミスを出なくするために、その12時から3時のグルーピングを今度小さく していく。でそのミスの幅を小さくしていくっていうのと、全体的なグルーピング小さくなっていく、それからそのミスの本数が減っていくっていうのは別物だと思いますけど、結局全部ですね。なるほど。まあ、頻度が減った上で修正力が上がってくるっていうことで、まあ、寄ってくるっていうことですね。はい、なるほど。フォームとして一番最後に大きく変えたところって、僕結構変化が分かる、よく変化が分かるんですけど、古川さんって多分7年ぐらい前からフォームがあんまり変わってない、ずっと変わってないように見えるんです、僕の中では。私がなんか勝手なイメージで申し訳ないですけど、なんかロンドンの後と前でグリップがかなり変わったなっていうのがあって、グリップが変わると多分押し手とかバランスとかだいぶ変わってくるのかな。このリリース前の変わらなさは絶対全然変わらないなと思うんですけど、正十字のこの美しさというか、もう本当に整った正十字は変わらないですけど、うん、グリップ見た目で分かりやすいところだと、ロンドンとリオの間でグリップが変わったかなと。グリップも変わりました。でもグリップの多分 4,5 倍変わったのが、そのロンドンとリオの間で言えばリリースですね。取り掛けからリリースが変わりました。はい、方向とかですか。もう取り掛けの仕方、取り掛けの抜け方ですね。前までは僕しっかり本当に握ってかけてたんですけど、はい、そうするとリリースが膨らみやすかったり離れるのが遅かったりするんですけど、はい、リオの時に、リオの試合中に直して、まあ、それまでも直してきたのが、まあ、最後本当の修正ができて直ったのがリリース で今この冬直しているのが力が続いていく感じ、うん、僕の場合は引いて固定してそこからまた伸びてるんですけど、僕の中で止まっちゃってる感じを今ずっと続けて引いていけるように、それをこの冬直してます。ここで止まらないってことですね。はい、へー、全然止まってるように見えないけど、ふわーっとこういう、なるほど。まあ、一般のアーチャーも言う、こう止まってるよ、フリッカー指で切ってるよっていうのとはまた全然違う話だと、全然違う話だと思うんですけど、
なるほど。あえて聞くんですけど、押し手の作り方とクリッカーの切り方って教えてもらってもいいですか。押し手の作り方とクリッカーの、はい、古川さんの押し手の作り方とクリッカーの切り方、多分皆さんどうやったらあんな風に打てるんだろうって思ってると思うんですけど、押し手は僕はしっかりプレドローを作るんですよ。プレドローをしっかり作って、そこでしっかりグリップを決めます。で、弓上げた時に、上げて下ろす時に肩を入れつつ肘を返して、このセットアップ、この形までをしっかり作ることです。で、動きを分解して言うと、弓を上げる、肩入れる、肘返すですけど、それを滑らかに同時にすると、その引いてる力をずっと持続したまま引いてこれます。それが押し手の作り方です。これが1個でもずれてしまうと、アンカー入ってから肘返すのはできないですし、アンカー入ってから肩入れるっていうのもできないですし、アンカー入る前、この引いてセットアップのこの段階でしっかり肩も決まっている、その状態を作ります。で、肩っていうのは、肩がよく詰まってしまう人、上がってしまう人って、腕だけこうやって上げたらいいのが、肩も同時にこう上げてしまって、こっから下ろす、この下ろすっていうのがすごく力がいることで、肩を上げずに腕だけ上げて、その位置っていうのが一番いい肩の位置なので、その状態を作ります。それが押し手の作り方です。で、クリッカーの切り方っていうのは、まあ、よく聞かれるのが、どうやってクリッカー切ってますかって聞かれますけど、クリッカーの切り方は動けるところ、使えるところ全部使ってクリッカー切ります。へえ。例えば引き手だけだったら、引き手だけで1ミリ動かなきゃいけない。押し手だけだったら、押し手だけで1ミリ動かなきゃいけない。でも、じゃあ全部使ったら、押し手も引き手も、それから手も体幹の部分でも、もし全部使って切っていいなら、それぞれがもっと小さい範囲の伸びでいけますよね。で、そうすると、伸びしろが小さいっていうことは、伸びが小さいっていうことは、その分ミスが出にくいですし、どっかが足りなかったら他の部分で補えるので、伸びれる部分は全部使ってクリッカー切ります。へー、すごいね。でもやっぱり一番こうフォームを言語化して考えてらっしゃる方なんじゃないかなっていう気がします。結構トップアーチャーでも結構感覚で、いや待ってれば切れるよとか、むしろもうここでグーッと押し付けるようにとかっていうのはよく聞きますし、多分 ご自身の中でもそれがもう高い精度の感覚に変わっちゃってるけど、古川選手の場合はもう言語化してもう全部こう落とし込んでるのかなっていう感じがしますね。結構あれなんですか、メタ認知じゃないですけど、客観的に自分を見下ろしてるような感覚ですか、それとももう自分の視界の中だけでこう感覚が研ぎ澄まされていく感じなんでしょうか。もう僕、言語化が好きで、言葉にするのが好きで、言葉から受け取るイメージがこうすごく強いので、例えばフォームを僕毎日のようにメモするんですけど、はい、ここが良かった、ここをこうしたらいい、ここをこうしたらいいっていうのをメモするんですよ。それは自分の言葉で、はい、で、まあ、感覚で覚えてたら次の日それをしっかり繰り返せるかって言ったらなかなか難しいと思うんですけど、言葉にしてリリースを、例えばリリース膨らまないようにとか、グリップしっかり肘返すとか、グリップここの位置でこうとかっていうふうに書いておくと、それを次の日も繰り返しやすいので、それをずっと繰り返してるからかもしれないですね。今までのなんか多分インタビューの中で一番もう全然突き抜けてすごい話ばっかり。今までで一番尊敬してる選手と才能に恵まれてたなって、今も恵まれてるなでもいいんですけど、あの選手の才能良かったなって古川さんの目から見て、あいつ違ったなっていう人っているんですか。国内、国内でも国外でも、できたら両方聞きたいです。国外では尊敬してる選手、オジンヒョクさん。うーん、オーさんはどんなところが。すごく人柄が良くて、でも、まあ、僕よりも3歳年上で、王さんって最初からうまかったとかじゃなくて、
ね、だん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 こう努力で努力で這い上がってきてっていう選手なんですよ。へー。中学高校の時に多分そこまで成績なかったと思うんですけど、社会人になってから努力して途中からナショナルチームに入って、でそれから今ずっと活躍されてる選手なんで、まあそういう努力、まあ、あのキムコーチとすごく仲がいいので、王さんがどれぐらい練習してるかって僕も知ってますし、そんなすごい量なんですか。8時9時に電話して、クイバーの音聞こえるんですよ、はいはいはい、夜8時9時に。で韓国の選手がですよ、はい、ナショナルチームの選手が8時9時練習してるんですよ、はい、へー、そうなんだっていう話を聞くんで、王さんはすごく尊敬してます。で、まあ、すごく人柄も良くて優しいですし、まあ、僕もあんな選手になりたいなっていう意味で尊敬してます、うん、なるほど。才能で言えばなんだろうな、でも天才タイプとかじゃなくて、万能タイプというかバランス型というか、それはキム・ウジンですね、うん、やっぱりめちゃくちゃうまい、うん、安定してうまい、まあ残念ながらこう世界選手権は3回ですかね、優勝してますけど、オリンピックのメダルっていうのはないんですけど、うんうん、個人のメダル、ああ個人はないですね、はい、ないんですけど、まあいつ取ってもおかしくない選手だと思います、ね、うんうん、そうですよね、はい、でまあすごく多分彼もすごくアーチェリー大好きで、ずっとアーチェリーやってると思うんですよね。多分それもあの人より努力するのが多分全然苦にならないような、うんうん、もう純粋に楽しんでアーチェリーをやって、それがまあ周りからしたらすごく努力してるっていう感じだと思うんですけど、うん、そういうその才能はすごくあると思います。なるほど。国内で尊敬してる選手っていうのは、まあ僕より年上になってしまいますけど、うん、まあ、山本博さんですね、うんうん、あそこまでアーチェリーを続けるっていうことがまずすごいですよね、うん、でまあ、成績をずっと出し続けてる、うんうん、僕も並んだ記録もありますし追い抜いた記録もありますけど、まだ抜けてない記録っていうのもたくさんありますね、うんうん、世界選手権 その回数だったりとか、うんうん、優勝の回数だったりっていうのは並んだものがありますけど、追い抜いたものもありますけど、まだ追い抜けてないものっていうのもあるので、それは尊敬してます、うん、なるほどなるほど。国内で、才能だったら、まあ、僕の同級生ですけど森谷選手ですね。もう勝てないです。勝てない森谷が多分、まあ、こんなこと言っちゃあれかもしれないですけど、僕ぐらいの練習をしたら絶対勝てないです。へえ。まあ、僕は僕自身を努力型だと思ってて、はい、で天才型には努力型は絶対勝てないというか、勝てない瞬間があるんですよ。うん、努力型って多分安定してます。波はありますけど安定してます。で天才タイプってこうだと思うんですね。うんうん、で天才タイプのその上にとんがった時っていうのは努力型は絶対勝てないので、うん、その才能を当てる感覚っていうのはすごかったですし、うん、まあ森谷選手と一緒に頑張ってこれたので、そのピークの時に僕は負けてで下がった時に勝てて、ああ勝てるいけるっていうので、ずっとお互い、まあ、刺激し合って頑張ってこれたかなって思ってるので、うん、そう二大巨頭、確かに確かに。今はねコーチをされてますけども、ルーカー選手もコーチっていう立場で学生を指導することもあると思いますけど、その時はどういったことを伝えるんですか。僕はコーチングってできないです。例えば僕の感覚で学生のレベルを教えようとしたら、今お話ししたようなフォームでもクリックは切れないんですって言われたら、いや切ったらいいじゃんとか、あとこれができないんです、怖くて打てないんです、いや打つしかないじゃんっていうような話しかできないと思うんですね。でそれをここに合わせて選手の指導者っていうのは同じレベル、もしくは一歩だけ、二歩じゃなくて一歩だけ上のレベルから選手を導いてあげるのが指導者だと思うんですけど、僕の感覚で話したらダメですし、僕がここに合わせてしまうと僕のレベルがここになっちゃうんですよ。
例えば、まあ、技術的なことじゃなくて練習量に関して、僕1日400から450本打ちます。学生は多分授業あったりして200本とか250本とかだと思うんですね。それで今日300本打ちました、やったって褒めてもらいたいのに、いや足りねえよっていう話をしたら、学生は褒めてもらいたいのに、いや全然ダメじゃんって思ってしまうんですね。学生を指導するコーチングするっていう時は、あそこでいやすごいね頑張ったねって、じゃあそれをどれぐらい続けれるかやってみようとか、そのこうモチベーション上げてやるようなことをしなきゃいけないですけど、僕の意識高いままだとそれがなかなかできなくて、で僕の意識を下げてしまうとこっちに合ってしまって、で300本打ったからすごいねめっちゃ頑張ったねって褒めてあげると、じゃあ自分自身を振り返った時に、いやめっちゃ頑張ってんじゃん俺ってなったら、それ以上求めなくなってしまうんですね。本当はもっと450本500本ずっともっともっともっと上をっていう意識でいなきゃいけないのに、学生を褒めてあげるとかそういうふうに言ってあげると、まあ、僕の感覚が狂ってしまうので、まあ、言ってあげるとしたら、選手の先輩としてのアドバイス、まあ、試合前はこうやって過ごすよとか、試合になって緊張したらこういうふうにするよ、試合前の準備はこれするよねっていうような話は、まあ、先輩としてのアドバイス、それはしてますね。部の先輩に聞くことってね、いっぱいあると思いますけど、もうこれ以上ない先輩ですよね。レベルとしても経験としても、もちろんあの伝えられる言葉 の深みとあの多さっていうか、はい、としてもそういった面での、まあ、指導者、まあ、あるいは大人からのアプローチもあるということですね。もうずっとなんか日本の一番をずっと、多分日本のランキングがもしあったとしたんだったら、もう古川さん常に1番もう悪くても多分2番とか1番をずっと走り続けてると思うんですけど、苦悩とか苦しみってやっぱりあると思うんです。なんかボルトは寝てると誰かが後ろから追いかけてくる夢を見るって、常に自分がマックスで走ってるのに誰かに追い抜かれる夢を見るのが怖いっていうインタビューとか見たことあるんですけど、多分近しいものがあるのかなと思うんですけど、やっぱりそういうところがあるんですか、その1位でずっと居続けるゆえん苦しみ。国内で1位2位とか、国内でそのランキングもしあったとしたら落ちてしまうとかっていうのはないです。なんでかって言ったら、僕は国内を見てないので、見てるものはやっぱり世界のトップを見てるので、世界のトップを見たら、僕は世界ランキング一番良くて7位とか6位とかそれぐらいだったかな、まあ、一桁でもトップ3とかにも入れてないんで、僕が見てるのはそこよりも上の世界なので、そのそれよりも下というか、国内の方を見ていたらもうそっちで終わってしまう選手になると思います。もっと上を見てるので、だからそうなったら国内で一番は当たり前というか、そのポジションでいなきゃいけないので、そっちはあんまり苦労はないですね。全国大会で入賞を目指してるのに県大会のチャンピオンで居続けるゆえんは何ですかって聞かれてるみたいな、そんな感じ、もう当然ですよみたいな感じってことですよね。すごいな。やっぱりあの他の選手とは見てるところはちょっと違うかなとは思いますね。なるほど。古川さんから見てブレディ・エリソン選手ってどういうイメージなんですか？ハートが強いですよね。ぶれないですよね、まあ、きっと中ではきっとというか、まあ、人間なのでビビったりとかちょっと気持ち弱くなったりってあると思うんですけど、それでもそれが見えないですよね。見えないっていうのはどっかこう、彼もすごく努力するタイプだと思うので、努力してそれを見せないようにしてる、まあ、技術もそうですし、メンタル的な努力、メンタル面での努力っていうのもたくさんしてるんじゃないかなって思います。なるほど。多分お時間的に最後だと思うんですけど、この今後の展望というか目標というかを教えていただいてもいいですか？はい、今までは、まあ、東京大会まではメダルを目指さずにメダルを取る、あんまりこうメダルメダルって言わずに、まあ漠然と上手くなるためにってずっとやってきたんですけど、東京オリンピックの前に柔道の野村忠宏さんとお話しする機会があって、でオリンピック3連覇した方なので、
どうやってどういう練習どういう気持ちで普段生活したり練習したりしてるんですかって聞いた時に、いや金しか見てないからって言われて、さっき僕がお話ししたような感じだと思うんですね。うん、僕はなんとなくメダルしか目指してないから今まで銀とか銅までしか届かなかったのかなって。本当に金メダルを取る人、まあ、例えば韓国の選手も銀メダル銅メダル目指してる人いないと思うんですよね。うんうん、みんな金を目指してると思うんです。なので僕も今後は金メダルを目指して金メダルを取るべく、行動して、金メダルを取る選手の思考考え、金メダルを取る選手の努力練習っていうのをして、パリ大会の金メダルを目指したいと思ってます。かっこいい身が引き締まる思いでしたなるほど、ありがとうございます。もうこのインタビューご覧になってる方もね、あの特にもう学生や、あのこれからもうアーチェリー本当に一戦で頑張っていきたいと思ってる人たちに本当に励みになったんじゃないかなと思いますじゃあ今日は長い時間をありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃめちゃくちゃ楽しかったですまたよろしくお願いします。はい、もしよかったらまたじゃあこれからもよろしくお願いします。お願いします。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。